広島、戦力外。広島は8日、6選手に来季の契約を結ばない旨を通告したと発表した。投手が5人、支配下の戸根千秋、岡田昭武、育成の藤井玲也、坂田玲、新野荘。野手は曽根海星内野手が通告を受けた。戸根は巨人から2022年現役ドラフトで加入。昨季は24登板も、広島2年目の今季は1軍登板がなかった。岡田は2015年ドラフト1位で入団。2017年22勝をマークするなど主戦投手として活躍したが、昨年オフに戦力外となった。育成再契約を結び、今年7月に支配下復帰したものの1軍登板はなかった。曽根は2018年途中にソフトバンクからトレードで加入。今季は1軍出場機会がなかった。曽根まだいけそうだが、それより年配の。中村翔成はトレード要因か。そろそろ中村もやばいぞ。切るなら、岡田はなんで支配下にしたんだろうか。中崎もいらん。マジで戦力外にして。岡田もか。復活は厳しかったか。たったこんだけってことはないよねー。打撃コーチが一番の戦力外。あれ、松山と田中候補は曽根くんは予想していたがとても残念。堂林はなんでならんのか。まずは6選手。まだまだこんなもんじゃないな。曽根は納得。曽根はもったいないような。オーナーの戦力外はないの？もっと年寄りの選手も戦力外でしょ。田中候補はまだ広島でやるんですか？田中康介と松山にはまだ期待してるってことでOK？相変わらずの戦力外の少なさ、コーチ含めもっと切り捨てるやついるだろ。数人のコーチも戦力外にしてくれー。この人を現役ドラフトで取る自体が疑問でした。メンツは、まあ納得のメンツなんだけどこれだけ誇張の枠足りるか？